ちょっとシェフがもう出ないって言ってるんですよ。いやそれは俺あの謝る、ちゃんと謝りに行く。それはやらせて、出て行けって言われてるんですよ。怒りが収まらないシェフからお茶を飲んだら店を出ろとの指示。実はこれ孫子の分だけ超苦いセンブリ茶。この味も信じちゃうのか。じゃあちょっとこれ飲んじゃってよ、ね、これ片付けよ、これ全然合わねえし。さっと、すみません。どうこの罰ゲームみたいな味。はい、苦かったろ。顔で判断したろ。いやめっちゃ怖かったっすよ。またいいっすよ。え、ちょっと知ってました。うわーもう何これ。もううわー、いやシェフ怖かった。いや怖かったっす。ラリアット飛んでくるんじゃないかな。名越君がですね、こう一人一人食べる時に僕の目をめっちゃ見るんですよ。なのでもうなんか心が痛くて痛くて。綺麗な瞳で、いろんな感情が入り混じってたんじゃないの。あのもうここにね、お店入った時からこれはやばいなと。そうだよね、雰囲気最悪だったもんね。いやこういうことってあるんですかと思って。予定通り12時ですね。完全に予定通りでしたね。ちなみに俺が最初になんかテトラポットとか言って怒らしちゃった時どう思った。そこでテトラポット来るかと思って。サンキューバカ野郎。何言ってるの。何言っちゃったんだ。富士壺とか何言ってんだ。孫子の名誉を挽回するために本当のラストチャンス。美味しい方のパスタを食べて食レポしてもらいます。すごいな。あ、ちょっと待って、苦さが勝つんですよね。あ、まだこれ苦味残ってんの。まだ残ってんのか。強力やな、このセンブリ茶。ということで、ドッキリ大成功。よーい。天神アクター CM 出演決定。天神アクターさんです。よろしくお願いします。タキシードに身を包んだメンバー。を持ってもう一回やってもらっていいですか。はいはい、全員の動きと表情が揃うまで撮影とチェックを繰り返す。難しいですけど、うん、楽しいです、うん、画面に映ってる自分を見たらなんかやたらテンションが上がって。よーい、はい、僕たちも出ます。セリフもバッチリ決まったところで和装にチェンジ。 My first timeI'm very amazed. Haori Hakama. 一方、メイクルームでも入念な。ん？これはもしや女装？女性だよ。この CM ではメンバー5人が女装を担当。二度目の女装で笑顔もバッチリ決まってます。かわいい。いやでもかわいい。かわいい。普通にかわいい。普通にかわいい。男だけどかわいい。よーい、はい。別人みたいでごめんなさい。さまざまなシーンで最高の表情と動きが揃うまで何度も撮り直し、はいはい、午後3時に始まった撮影が全て終了したのは午後9時過ぎ。すごいかっこいいものになってると思います。7月6日から公開、お楽しみに。僕たちも出ます。